例えばコオロギを食べることが安全だって保証されてたとしてもみたいなとこなんで今の怒ってるポイントってうん俺もそうかな今そう言われたらその食品ロスの観点みたいな人も多いじゃんなんかだったらこんなに廃棄されてるものを食べりゃいいじゃんみたいなうんなんでわざわざコオロギなんだみたいなこととか、うん、あとある人はもう利権だとかねいろいろ言ってるけどさ昔のその神々がさ 俺たちがエビ食うとか言ってたときと似てるなとか言ってんのかなああ、そっか、もしかしたらエビとかもそうかもしれないもんね。本当は食ってなかったかもしれないよね。ウニとかさ、だからコオロギ食べるってなってなんでこんなに反発の仕方が俺は結構意外で、め食,わない食いたくないなら食わなきゃいいじゃんとか思うし。うん、そうこんな状況にするならコオロギである必要がなんだ、どうなのたんぱく質栄養価が高いんじゃないのかな高いんだ。うん、らしいよ。 卵がいいな普通にだから多分卵は結局ほら腐っちゃうじゃん冷蔵ができない世界線ってこといやできないっちゅうかだってコストかかるじゃん何に冷蔵をするという行為自体にずっとじゃあの冷蔵庫稼働させるとかうんでコオロギでいっぺん粉にしちゃったらだって常温で取っていけるしょやっぱ常温保存できるかできないかでかいと思うんだけどいやでも常温じゃあみんな常温保存のもの食ってるかってそうでもないよね でそれはもちろん味覚、味覚じゃない美味しいものを食べたいっていう。だから、切り離したほうがいいんじゃないかなと思って。卵とか牛乳とかロスされてる。いや、それはそうだよっていう。だけど、別問題じゃねっていう。流通とかいろんなことがあって、ロスになっちゃうんじゃねっていうなんかだ。だから、コオロギはまた別問題だよね。いや、コオロギをもう食うってことにまず興味がまずなさすぎて。あ、まあまあ、俺も、チャット GPT ぐらい興味ない、俺。うん <laughs> 俺、そこ結構不思議でさ、俺、今日こんだけいろいろとこういう話したり、アンテナ張ってる割には、興味ないんだよね、うん、あれに。なんでだろうと思って。チャット GPT。なんか想像がつくからじゃない。なんか正解言ってくんだろうな、ぐらいで。うんうん、自分が嫌なのが、これじゃ、なんか、じじいと同じじゃんと思って、その、俺のチャット GPT に対する興味のなさが、うんか、なんだろう、ちゃんとアンテナ張って興味ないことと、何もアンテナ張ってなんでチャット GPT 知らねえよっていう人と結局同じ次元っていう。あ<ー>なんか、ごめん、そう、コオロギの話と結びつけると ある時突然これコオロギですとか出されたときにいよいよそういうときが来るかってとこでねあ食ってみますとかえ本当そんな世界になるのかなでもなんかそのコオロギそのものじゃないじゃん粉末になったコオロギ配合とかそういうレベルじゃんあそうなんだだからさ俺はビーガンに怒ってほしいわけよコオロギなんでかっていうとこれまでのビーガンの意見って動物がかわいそうじゃないですかね、うん、ねいくら食べたいからってコオロギはかわいそう いや同じじゃん、その動物が、そのさ、牛やなんやがさ、かわいそうだ、ね、牛を食べることがっていうのがあったときに、ビーガンからさ、コオロギも生き物でしょで、コオロギい。いや、生き物じゃないですよって、ビーガン言うんじゃん。えー、ビーガンはそんなこと言うのいや、なんか血出なそうじゃん。うわもう俺ビーガンの、ビーガンわかんねえ俺ビーガンのこと信じてるから、俺コオロギのことかわいそうだって思ってほしいんだけど。ビーガンはやっぱあの、鳥とか豚とか牛とか、そっちなんじゃないの いやだからいや俺それ認めないんだよね。ビーガンにはコオロギにもかわいそうって言ってほしいんだよね。じゃあ、コオロギに反対し、今のこのコオロギ食に反対してないビーガンは、お前ーガンじゃないっていうこと、うん、うーん、そう。だから、加勢してほしいの、この流れに。この流れに便乗してほしいわけよビーガンは今も来たぞってなもんで。の今、<ー>コオロギに反対みたいなこと言ってるやつに対して、ちょっと横に来て、ですよね、かわいそうですよねって言ってい、いや、かわいそうとかじゃないんですけどって、そういう。 世界を作ってほしいそ,その様を見たいってことその様を見たい。またビーガン入ってきたけど何か違うわみたいな。で困らせたいです。<え>そのコオロギに反対してるやつも、えー、このいやべえやつと同じかもしれない自分はみたいな。ああ、そういうことだね。